イエゴロベルト・コディンレアルは、ウルグアイコロニア県出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ウルグアイ代表。セリエエカリア・リカルチョ所属。ウルグアイ代表のキャプテンを務め、同国の史上最多出場記録を持つ。コロニア県、ロサリオに生まれ、17歳の時に CA セロからデビュー。2006年には、強豪ナショナルに移籍し、プロ意識の高さからすぐに、キャプテンに任じられた。 2007年8月2日、チリ人のマヌエル・ペレグリーに監督率いるリーガー・エスパニョーラのビジャレアル CF に移籍し、5年契約を結んだ。2試合目となる10月7日の CA を指すナ戦で移籍後初得点を記録した。移籍初年度の2007から08シーズンのビジャレアルは FC、バルセロナを抑え、優勝したレアルマドリードに次ぐ2位と躍進。 自身は24試合に出場した。2008から09シーズンは UEFA チャンピオンズリーグに出場し、準々決勝に進出した。コディンは守備のようとして活躍し、ビジャレアルでは主にアルゼンチン代表のコンサロ・ロドリゲスとセンターバックのコンビを組んだ。2009から10シーズンは36試合に出場して3得点を挙げた。2010年8月4日、 アトレティコ・マドリードに移籍して5年契約を結んだ。基本となる移籍金は800万ユーロと報じられており、3年前にゴディンと同じようにビジャレアルからアトレティコに移籍したディエゴ・ホルランとチームメイトになった。8月27日、UEFA スーパーカップのインテル戦でデビューしてフル出場し、ヨーロッパ到着後初のタイトルを獲得した。 9月26日のレアルサラゴサ戦で、左膝じ帯を痛めて3週間離脱し、10月30日には、中水炎の手術を受けて1ヶ月離脱したものの、2010から11シーズンは25試合に出場した。2011から12シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦、SS ラツオ戦セカンドレグではヘディングで決勝点を挙げた。 2013から14シーズン、ラリーが最終節、優勝を争う FC バルセロナとの直接対では、1から0とリードを許すが、コーナーキックから頭で同点ゴールを決め、引き分けることに成功、バルセロナにセリ勝ち、18年ぶりとなるリーガ制覇に貢献した。同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝では、先制点を決めたが、試合終了間際に、 同点ゴールを決められると延長の末に、レアルマドリードに敗れ、二冠達成はならなかった。2017から18シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグでは、決勝では、オリンピックマル西洋を破り、2度目のヨーロッパリーグ制覇を助けた。2019年5月7日、2018から19シーズン限りで、契約満了で退団すると発表した。5月12日、 ホームでの最終戦となったセビージャ FC 戦でキャプテンマークをコケに受け渡した。アトレティコでは9年間プレーし387試合に出場し、アトレティコの数々のタイトル獲得や2度のチャンピオンズリーグ決勝進出に大きく貢献した。2019年7月1日、インテルナツヨナーレミラノに加入した。契約期間は3年間。 セリエ A 第2節のカリアリ戦で途中出場しインテルでのデビューとなった。7月13日のトリノ戦で移籍後初ゴールとなる決勝ゴールを決めた。ヨーロッパリーグ決勝のセビージャ戦ではヘディングで試合を振り出しに戻すゴールを決めたがチームは2から3と敗れ自身3度目の同タイトル制覇はならなかった。しかしこの試合のゴールでチャンピオンズリーグヨーロッパリーグの決勝で それぞれゴールを決めた、史上6人目の選手となった、全身の名称での大会を含む。インテルでは、馴染みのない3バック戦術に苦しみ、セリエ A での出場は23試合に止まった。2020年9月25日、カリアリカルチョへの移籍が決定。契約は3年間。ウルグアイ代表でのィン19歳の時、 グアガラハラで行われたメキシコとの親善試合で、ウルグアイ代表としての初キャップを刻み、その後代表に定着。2007年には、コパアメリカ2007に出場した。2010年には南アフリカで開催された2010、FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、グループリーグ初戦のフランス戦では、3バックの左、2戦目の南アフリカ戦は、4バックの中央で、 フル出場したが、コンディション不良のために、最終戦のメキシコ戦には出場しなかった。決勝トーナメント1回戦の韓国戦は、前半45分間の出場にとどまり、準々決勝のガーナ戦は欠場した。準決勝のオランダ戦、3位決定戦のドイツ戦には、フル出場したが、いずれも2から3で敗れた。2011年には、 コパアメリカ2011に出場するウルグアイ代表に選出され、チームは優勝したが、自身は負傷の影響もあって、若手のセバスティアン・コアテスにポジションを譲り、決勝のパラグアイ戦の終盤に途中出場した1試合の出場に止まった。2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、グループリーグ第2戦のイングランド戦、第3戦のイタリア戦では、キャプテンとしてプレー。 イタリア戦では、ウルグアイの決勝トーナメント進出を決める、決勝点を挙げた。2016年6月13日、コパアメリカセンテナリオのジャマイカ戦で、代表100試合出場を達成した。2018FIFA ワールドカップ出場し、ベスト8進出に貢献し、FIFA ドリームチームのメンバーにも選ばれた。2019年のチャイナカップ、対戦で126試合出場を達成し、 ウルグアイ代表史上最多出場記録を更新した。国際 A マッチ135試合8得点ラシオナルアトレティコマドリードウルグアイ代表。ありがとうございます。